1120、こっちで1120、はい、じゃあこの上に乗っけて123、目と耳だけやらせてください。よいしょ。うそ、あ、じゃあそれ出してみて。ごめん、捨てとった。えらい嬉しそう。ごめんなさい。よし、ちょっと V 字にして。はい、ごめんね。よいしょ。1,2,3,4,5,6個分ぐらい。でもちょっと小さいかなって感じ。はい、楽にして。で、光線照射をちょっと準備して。はい。じゃあ胸とお腹、3分。胸とお腹とここ。このしこり。あとは目隠しで口の中もね。1,090。あ、じゃあ減ってはいないんだね。あのここに来るとこの感じです。昨日お邪魔したらこんな感じ。毎日来るとこんな感じ。毎日いや、そのうちは毎日来て下がられるのがさ、一番私は辛いからね。そうなりますよね。はい、でうんちはやっぱ50個ぐらい。そうですね。50個ぐらい。ちょっと柔らかめも出るんだよね。出ますね。おしっこはたくさん出ます。出てますね。元気さ加減、動きはどうなんでしょうね。変わらないですね。昨日ここにお邪魔した後はすごいぐったりしてました。ぐったりしました。疲れちゃったかな。夜は？夜は普通に戻ってました。その普通がじゃあどれぐらいだろう。今50ぐらい。50から55、まあ50ですね。左足が不自由なので、それもあって動かない。動きにくいんだよね。はい、わかりました。こちらは、まあ、前に座ってるとそうか変わらんだけど、そうは変わらないけど、さすがに昨日の今日は、でもやっぱり、多分こうわ筐体みたいになってたから、最初は一つの塊だったんですけどね。はい、じゃあちょっと治療の準備していきますね。100の3分で、一度も揃わんかったらもう3点追加してくださいね。はい。で、あの、そう、胸、お腹と口もね、奥まで。50だ。実はなんか引き付けみたいなのがあります。たまにあります。ここに20時間ありました。
うん、ありました。短い時間ですけど。もう3分やっても準備できなかったら止めて、移して飛ばしてください。そう、そのカップちょうだい、白いカップちょうだい。Thank you.